こんばんは。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは、皆さん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは、皆さん。ってことで、なんで今日私が配信してるかと言いますと、まあ、もちろん皆さんと喋りたいっていうのもあるんですけど、ちょっとキャラパキを買いまして、キャラパキをね、キャラパキを買ったんですよ。そういえばもうないって思ってて、私諦めてたんですよ。シナモンくんチャレンジしたのにもかかわらずもうないから諦めてて、でも今日サンリオショップに行ったら大量にあったんですよ。あ、モバメで送った通りだから3つだけ買ってきました。でシナモンくんのやつがいっぱいあったんで、シナモンくんのやつを3つ買ってきたんですよ。だから私はもう今回これで当てる気満々。もう本当に当たってほしい。マジで。いや、なんか、あれからまた家でやったんですよ、一人。でもあれ当たらなくて、インスタのストーリー撮ったんやけど、載せてなくて、当たらなかったんですよ、結局。そう、全部買い占めたんですよ。インスタのストーリーさえ載っけて最後に、あれから全部買い占めたんですけど、なんか結局ダメだって。もう広島に売ってないと思ったら東京にいっぱいあったんで。待って、漏れてますように。開封していきます。もうこれが当たらなかったら私はもう明日の公演頑張れない。嘘ですけど。なんかシナモンくんのやつ、私は夢があって、シナモンくんのやつのパッケージシナモンくん当てるって夢があるから、とりあえずシナモンくんのやつを大量に買いました。もう本当にお願い、本当にお願い。いや、あれからね、結局ね5個ぐらい追加して買ったんですけど、結局当たらないっていうことになって、もうちょっと3つ買いましたとさ。いや、これさ、確率が8分の8分の1やからな。当てて、当たってほしい、本当に。いや、マジで当たってほしい。マジでほんまに、これマジで本気、マジで当たってほしい。かわいい、ありがとう。かわいい、嬉しい。え、みんな、え、マジで本当に当たってほしい。え、てか今日まともに声発した、まともに声発した。いや、マジで今日誰とも喋ってないけんさ、店員さんぐらいとしか喋ってないけんさ、これ買うときに、はい、お願いします、あ、袋大丈夫ですぐらいしか発してなくて、本日まともな声発した。じゃあ、え、もう開けていくよ。え、もうなんかもったいない、もったいない。これ写真撮ればよかったな、これだけでも。え、ね、これだけ、このシナモンくんだけの写真撮ってねえな、そういえば。
シナモンくんさ、これだけあるの珍しいさ、シナモンくんだけのさ写真撮ればよかった。ちょっと後悔。本当に、でもこれやったら感動やから、みんなの、でも今回は当てる気でいるからみんなの前で開封してるってことだからね、っていう体でやっていきます。ほんまにお願い。じゃあ早速、見て、なんかできものできたっていうお話。まあ当てる気満々なんで、当てる気満々なんで、今ちょっと事故ったら大変なんで、事故ったらちょっと私が今いる場所特定されたりしたら困るんで、ちょっと超優しい、もう超良心的なコメントが、止めてもいいって良心的なコメント来たんやけど、ちょっともう開封します。ちょっと死んどればよかったなっていう話。まあでもこれダメだったらまたリベンジすればいいっていう話なんで、とりあえず開けていきます。うわ緊張する。もう緊張するんやけど、なんかいやてかさ、今日さ、なんか原宿となんかシナモンくんがコラボしとって、原宿をハイジャックしとって、シナモンくんがシナモンくんのリストバンドを買いました。そういえばこれちょっとみんな、これつけてやろうかな。そしたら出てきてくれるかも。これなんか残りの1個で、なんかミルクのやつは、ミルク？シナモンくんの仲間のこのミルクはもう1人おったんやけど、シナモンくんは残り1つで、これなんかコラボ限定らしい、今回の。ちょっとタグ取るのもったいないけん。あれする。イェーイ。シナモロール。なんか変な匂いする。臭い。めっちゃ臭い。めっちゃ臭いけど、シナモンくん可愛いけん許せる。可愛くない？これリストバンド。最強かも。最強。可愛くない？超臭い、マジで。本当に。ちょっと嗅いだらやばい、いけんような匂いがするけど、なんかすごい可愛くないですか。リストバンド買いました。パッチンバンド、パッチンバンドらしい。めっちゃふわふわ。これちょっと、これつけて配信するけん、せっかくじゃけん。シナモンくんこんな臭いんじゃんちょっともったいないのにタグは。多分こっち向けて配信することが多いんで、こうやってやっとこう。じゃあ早速ですが開封していきましょうか。うわ緊張する。絶対に当たりますように、拳でお願い。じゃあシナモンくん開封していきます。まず1個目で、この8種類ある中で今のところ8種類、全部で8種類あるんですけど、キティちゃん、シナモンくん、プリンくん、マイメロさん、クロミさん、ポチャッコ、リトルツインスターズ、ハンギョドンで、今のところ出たことあるのが、キティさんと、プリンくんと、マイメロさんと、クロミさんと、リトルツインスターズで、ポチャッコと、ハンギョドンと、ハンギョドンは出たことないんですよ、私、まだ。あ、マイメロさんも出たことないわ。メロさんとハンギョドンとポチャッコは出たことないんで、でもシナモンくんも出たことないんで、マジで本当に当たりますのに、当たる当たる当たる、本当に当たってほしい。マジでこれ当たるまで終わりませんチャレンジやから。じゃあ今回このこっから開けるけん、じゃあまず1個目開けていきます。シナモンくん当たりますように、私目つぶって開けるけん、目つぶって開けるわ。でもこっから開けれるかな。普通に開けよう。やっぱり開けにくい。まず1個目、当たって。でも先にりえちゃんおいしさんに見てほしい、見てみたい。みんな私目つぶっとくけん、先にりえちゃんおいしさんにさ見せる形にする。私がこうやって出すけん、こうやって出したら多分落ちん程度に見せたらいいよな。私まだ見てないけん、目つぶるけん、りえちゃんおいしさん先見てな。じゃあでもこれコメント欄に書いてあったらちょっとあるよな、ちょっとなえるかも。ほんまにシナモンくん当たりますように。
お願いします。マジで本当に当たっていくよ。じゃあ目つぶるけん。いやー怖ーだけど。お願い、せーの。はじめまてまして、私ハギョドンで言います。えへへ、名前呼んでください。ハギョドン、はじめまして。1個目ハギョドンが出ました。そう、やばいな。じゃあ2個目開けていきましょう。いやマジで、そうそう、かぶってないけん。ちょっとほんまに当てたい。マジで本当にお願い。いやマジで本当にお願い、ほんまにお願い。あと2つ余ってるんで、うん、じゃあこれ次こっち当てていきます。やばい緊張の前。じゃあ開けるね。中身まだ見てないんで、レンチャムシさんさっき見てから、目つぶってるけん。じゃあ2つ目開けていきますよ。靴開けていきますよ。いい準備は。いきます。お願い出て、お願い。うわあ。クロミちゃんでした。一番見る顔、このキャラパキを通してクロミちゃんに、クロミちゃん推しになれって言われたんかなってぐらいクロミちゃんしか出んな、マジで。いや嬉しいよ、可愛いけど。なんかでもここまで来たらさ、なんかすっごい、なんかクロミちゃんと私のこと好きなんだなーって思いますね。まあもしかしたらクロミちゃんが私のことを幸せにしてくれるんだろうみたいな感じなのかもしれない、もしかしたら。なんかくるみちゃんなんかもう、うん、ついてくる、なんかもう、いや嬉しいよ、嬉しいんやけど、なんか出てきすぎて、なんかもうちょっとなんかもうね、うんって感じ。本当にくるみちゃんめって感じ。一番見る顔、本当になんかこのキャラパキの中で一番見てる。ケンタンのペンライトが、いやそれ関係ないよ。関係ない。まあでもなんかやっぱこういうのは推しを求めるから出ないんだよ。な、欲しい欲しいってさ言ったらさ、できなんか来んやん。だってさ、よく考えてみて、なんかあ、会いたいと思ったらさ、会えんやん人って。だからそう考えると、推しも推しいいやって気持ちになればいいかもしれん。なんかもうここまで来たらもう踏んずり返って、もうシナモンくん、まあ出てくれたら嬉しいっていう気持ちでおればいいんかもしれん。なんかもう、いやもう本当にそう。え、ランダムってこういうのがきついんよ。だってさ、本来なら誰が来ても嬉しいんよ、可愛いし。でもランダムの一番ダメなところは、推しが来なかったらテンションが下がるっていう点ですね。全部嬉しいんやけどっていう一言も付け加えなきゃダメでしょっていう。そう。だから、もう本当にシナモンくん出てほしいっていう気持ちをぐっとこらえて、もうここまで来たら誰でもいいやっていう気持ちで言います。もう本当に。ねえ、何個貢献してきたと思う私は。本当にそろそろ出てほしいんだけど。ねえ。でもまだ開けてないのにさ、そう、謙虚な気持ちが大事ですから。いやほんまにシナモンくんがいいよ、私はこれだけ大好きって言ったらのにさ。あー、ちょっと待って、この気持ちシナモンくんに、シナモンくんお願い。ってことで開けます。
さっさと開けろって思われてるかもしれないから、本当にね、私はねうるってきてる。でも本当に、いや本当にお願いしますね。頼んだよ、頼みました。え、もう本当にもし外れたらお話が、え、やったー、元気になっちゃったってことで嬉しい。え、じゃあ今から開けていきます。もうほんまに、いやマジでお願いまだ中見てないけん。いやほんまにシナモンくん出てるし、ほんまにお願い、私目つぶっとくけん、くれ。待って、怖い、もう見たくなくなってきた。もうなんかここまで来たら、なんかもうこれ出てなかったらすごい辛いもん。いただきます、せーの。うわー2番目に見る顔、リトルツインスターズちゃんでした。私はってことでお話し会追加してくださいもう本当に、え、でもなんかインスタグラムの自分の推しの女の子がシナモンくんを出すまでに20枚ぐらい買ったって言ってて、20枚ぐらい買ったって言ってて、うん、箱買いして20枚目にしてやっと出たみたいな。なんかシナモンくんって少ないらしい、なんかりゅうちゃん推しさん曰く、そうシナモンくんって少ないんだって。みんなさ、なんでそんな出るの、りゅうちゃんは。なんでみんなそんなシナモンくん引くの。だって今日もリポンメールでシナモンくん出たよみたいなやつ来たけど、なんでそんな出るわけ。だってりゅうちゃんもさ一発目で出してる人いたんだよ、ほぼ。もうね、チョコを食べるのがね結構大変なんですよ、箱買い。チョコをね、チョコを食べるのが結構大変なんですよ。もうどうしよう、私もう一生シナモンくん出ないかもしれない。なんかケサランパサランみたいなやつ落ちとるやんか、床に。え、待って、床にさケサランパサランみたいなやつ落ちとる。でもこれもし鳥の羽とかだったらどうしようっていうので触れん。え、なんか床にケサランパサラン落ちとる。え、ケサランパサラン落ちとるやんか床に。え、これ見せたい。え、なんかケサランパサランみたいなやつ落ちとる。え、これ違う、これ、なんの、なんか落ちてる毛が。え、なんの毛、ってことでシナモンくん出ませんでした。もうエンド。もうあからさまにちょっとテンションが下がった。誰かテンション上げて、私の、誰か私のテンション上げてください。やっぱ求めれば求めるほどシナモンくん出ないのかな。求めれば求めるほどシナモンくん出ないのかな。名前変えよう。
ちょっと私の心を癒して配信するわ。私の心を癒して配信。でもね、聞いてほしい。今日嬉しかったことがあって、なんかそのシナモンくんの名前のやつ、名前のフォルダーみたいなやつ売ってなかったんやけど、巡り合ってこれ中身作ったら完成するやつなんやけど、でも名前の部分が欲しい色のやつがなくて買ってないんやけど、また別売りのパーツを買ったら作れるってやつ。嬉しい。でもこれ当たると思ってなかったんで嬉しかったです。シナモンくん、これは嬉しい。これ自分の名前にする。あ、もしかしたらシナモンって入れるかな、シナモンって入れるか、自分の名前入れようかなと思って。嬉しい、買った。いいでしょ、いいでしょ。あとね、欲しかったね、ラメを買いました。なんか新しい、なんかツイッターでなんかバズってて、結構前から売ってるやつなんやけど、これ明日のフェスでつけようと思って、これ明日のフェスでつける、このシピシピのピンクのラメ、初めてね使う。ピンク、新しいラメちょっと使います、明日のフェスで。楽しみ。明日来るねーちゃん推しさんはこれキラキラさせちゃうから楽しみにして。ピンク色のやつだよ、めっちゃ可愛いっぽい。今つけてるやつはあ、もうほぼ見えんな、取れとるわ、ほぼ取れとる。ちょっと今つけてるやつ見えないんですけど、ちょっと楽しみにしててください。いいでしょう。これちょっと明日のフェスでつけます。明日の対バン。そう、アットコスメのね、アットコスメ行ったよ。アットコスメで買った。アットコスメで買った。そう、原宿にちょっと必要なものを買いに、そう、明日のちょっとフェスでちょっと足りないものがあって、原宿に行きました。そしたらシナモンくんがちょうど原宿ハイジャックしてて、シナモン原宿駅とかにシナモンくんのぬいぐるみがそこら中にいっぱいいて、ラフォーレ原宿にも行ったんで、これもらってきたパンフレット、シナモンくんかわいい、ハイジャックしてて、あのこのリストバンドもシナモンくんのポップアップストアがあって、これはなんか今回のコラボ限定のやつで買った。嬉しい。黒も水色、またシナモンくんの写真載せますね。でけんラフォーレ原宿にめっちゃでっかいシナモンくんのハイジャックのやつがあって、すごい可愛かった。今何時なの、番組表見たらなんか何時っていうのが分かる。25分、竹下通りのゲートがシナ、行きたかったんやけど竹下通り行ってなくてさ、なんか竹下通りにさクレープ屋さんがさ、クレープがあってさ、シナモンくんのめっちゃ食べたいと思って竹下通り行こうと思ってたけど忘れとった、完全に。行きたいよね、なんかバルーンアートみたいになってるよね竹下通り。
シナモンくん期間限定、行けばよかったな。明日衣装なんだろう。そういえばマネージャーさんに聞いとこう。明日何の衣装着るんだろう。そう、シナモンくんのクレープがあって、見せてあげようか。なんかね、めっちゃ美味しそうだったんよ。2種類あって、マリオンクレープのやつと、なんか違うクレープ屋さん、これとこのシナモンくんが乗っとるやつと、あとマリオンクレープから出してるこのガチのなんかやつ、綿みたいな、これ気になる、このサンデーみたいな。このクリームソーダも可愛くない？いいな。どっちも可愛い。カフェクレープ、このシナモンくんが乗ったさクレープ可愛い。これ可愛い。これもめっちゃ可愛い。マリオンクレープとコラボした。ふわふわの綿がいっぱい乗った。みんなどっち派？みんなどっち派？そう、クリームソーダも可愛いし、このアイスも可愛いし、みんなどっち派？このシナモンくんが乗った星とシナモンくんとこれとこのふわふわのモリモリ派。ちょっと可愛い。これちょっとつけとこ。なんかそう、竹下通りのやつにまたコラボしてる。ラフォーレ2階シップ。そう、原宿自体がハイジャックしてあるから、シナモンくんの食べ物がいっぱい。ね、かわいいよね。めっちゃかわいいんですけど。ちょっとこれちょっと目つけとこう。このミルクミルクミルクは神戸にあって、これは結構私一回シナモンくんとコラボした時に神戸のミルクミルクミルクに行って飲んだんですけど、このシリーズのやつは初めて。でもどっちもラフォーレにあるっぽい。全部ラフォーレだ。これ以外は、これとこれ以外は、これとこれ。ちょっとチェックしとこう。このヘイヘイから出てるお洋服がめっちゃ可愛いの、シナモンくん。でも超高い、4万9000円とかする。やばくない？ヘイヘイ高いからな。ほぼ5万のジャージですよ。高え。このジェイミー ANK のやつはもう可愛い。これは2万ぐらい。ヘイヘイはね可愛い、でも超高い。このシナモンくんのグラスが可愛いんですよ、ストローと。幸せ。なんかもうシナモンくんに囲まれて生活したいね。ヘイヘイっていうお洋服屋さんが結構値段が高めなんですよ。そう、シナモンくんとコラボしてるから高いっぽい。意識してないけど、ちょっと私髪型までもしかしてシナモンくんかも。私の一番可愛いところに気づいてる。みんな、明日会えますか？I on シンデレラ。明日会える？ I on シンデレラ。あ、面白い。てか前髪切りて、無理、前髪切りたいかも。
めっちゃ前髪切ろう、明日切ってもらおう、メイクさんに。あれ、オンシンデレラ会えますか？会えない人は把握してるんですけど、会える人は把握できてないから、会えそうな方はコメントください。配信もあるっぽい。なんか最前の席が空いたらしいよ、解放されたらしいよ、キャンセル分出て。明日ちなみに、え、待って、でも明日推しに会える、明日シナモンくんに会える。え、死にそう。やばい、明日、え、明日シナモンくんに会えるやん、やばそうやん、え、明日シナモンくんに会えるやん、やばい、もう好きになっちゃうじゃん、またまた大好きになっちゃうじゃん、シナモンくんに会える、また。え、そう、前回のアイオンシンデレラシナモンくんに会って、今回のアイオンシンデレラもシナモンくん出るし、やばい、もう死にそう。え、なんかそのシナモンくん写真ダメなんですよ。前回そのアイオンシンデレラが終わった後にシナモンくん、みんな、いろんなアイドルさんがシナモンくんと写真を撮りたいから待ってたんですよ。で、他のアイドルさんがお写真いいんですかって言った瞬間に、シナモンくんのマネージャーさんかな、スタッフさんが写真無理ですみたいなこと言ってて、マジってなったっていう話を遠くから聞いてて、目の前で目撃して、なんか握手もダメみたいな感じ、すごい守られてますシナモンくんは。だからお仕事以外のシナモンくんはすごく守られているので、お写真撮りたいんですけど、ちょっとダメでしたね、 NG でした。でも今回どうなんだろう、でも前回ダメだったし、今回もあれなのかな。シナモンくんはしっかり守られてます、シナモンくんマネージャーさんいるよ。え、でもダニエルくんもね、超優しいの。ダニエルくんもね、ダニエルくんはちょっと惚れそうになったぐらい埋らせてくるからね、ちょっと要注意。ダニエルくん優しすぎて要注意です。ダニエルくんマジでかっこいいからね、超紳士だもん。だってあんな紳士な人いないでしょっていうぐらい紳士。うん、ちょっと久しぶりにアンダニエルくんみたいな、ちょっとね、紳士なかっこいい人に会いましたからね、私は。この前の前回のアイオンシンデレラだから、ちょっと惚れそうになったっていう話。ちょ、シナモンくんは身長が低すぎて多分見えてないシナモンくんって言っても結構塩対応だったんですけど、ダニエルくんはなんかもう、なんかあっちから釣ってくる、なんかもう話しかけてもないし、もう自分が見た段階でこっち見てくれてるんですよ、ダニエルくんは。だから私のこと好きなのみたいな感じになっちゃうんですよ、勘違いしちゃう。それぐらいなんかもうやばいで、なんか手を振ってくる、えぇーってなって、目合って、なんかえぇーってなったらみたいな、こうやってはいみたいな、結婚するみたいな、うわってなっちゃうんですよ。もうやばいな、ダニエルくんはね、沼だよ、あれ、あの男はあかんわ、あの男はほんまに。でも前回のアイオンシンデレラだったから、でも今明日のアイオンシンデレラでもう確信するかもしれん、ダニエルくんが、ダニエルくんは本当に沼男の多いかって。いや、マジで。前回のダニエルくん、マジで沼すぎた。初見だったけん、あんなに釣ってきたんかもしれん、もしかしたら。二度目まして、でも多分私のこと覚えてないかもしれんけど、二度目ましてで、またやってきたら、もう、あの男はダメあの男は沼すぎる。
もうあかん好きになっちゃう、もうあんなあれ以上のことされたら。ダニエル君は紳士だし沼男です。紳士だし、え、そう、グイグイ系。ダニエル君マジグイグイ系。え、なんかあっちからそういうことを出してくる、そういうことをしてくる。私もだから釣られるんですよ、まんまと。コロコロ心のあの手のひら、手のひらで。ダニエル君でも釣ってきてやばいってなって、えーヤッホーってやったら、ダニエル君って、なんかもうこうやってお辞儀とかしてくれて、なんかもうどうぞみたいな、みたいな。もうほんまにやばい、マジで沼すぎた。あんなイケメンおらんよマジで。あのダニエル君みたいな、あの紳士。逆に人間界、人間界でなんかグイグイ来られたら私はちょっと無理人間界、え、あれは違うんです、ダニエル君だから許しても、え、釣られるとかない、違う、人間界でグイグイ来るのは私はそんなに得意ではないけど、ダニエル君は許せた。ダニエル君かっこよく見えた。もしかしたら私ダニエル君と前世付き合っとったんかもしれん。ダニエル君許せたと思う、だってなんかダニエル君許せたもん。なんかダニエル君の話してさ、女になったの死ぬんやけど自分。なんかもう急にさ、ダニエル君の話してさ、超女になったんやけど、もう顔が、顔が乙女になってきたら顔が乙女になってきた。ダニエル君の話して、みんな辛いとかほんまにうん、いやダニエル君やばい、いやダニエル君やばいよほんまに、要注意です。いや、それはキティさんが惚れるわっていう、それはキティさん惚れるわなって。そう、いやマジでやばいよダニエル君は沼です。初見でさ、え、でもこれはなんかその私が言ってるのはリハーサルなんですよ。リハーサルの時に前回のアイマシンでダニエル君があの一緒にリハーサルさせていただいた時に、なんかもうそう挨拶した段階からもう本当にやばかったっていう、そう、もう本当にドキドキしました私は。しかも このダニエル君がやばいっていう話を、あい前回のアイアムシンデレラから結構経ってるんですけど、割と定期的に話してるんですよ。だからそれぐらいやばかったっていう話。いやそうよ、ダニエル君罪な男だよ。でちょっとほんまに気をつけてください、特にこの配信見てる女子たち、本当にやばいよダニエル君は。乙女になっちゃうからほんまに。そう、マジでもうほんまにやばかったもん。気をつけてみんな、もちろんメンズたちも気をつけて、マジでメンズたちもドキドキする、メンズたちもドキドキするかも、それぐらいやばい。明日、え、どうなんだろう、明日、明日さリハーサルダニエル君と一緒なんかな、分からんけど、もしご一緒させていただけるならば本当にやばいかもしれん。もうニヤつき上げ、もうほんまにニヤつき上げ、ほんまにやばいって思う。汗気をつけて、汗気をつけてください、いやマジでほんまに汗気をつけて、やばいよやばいよやばいよ、たたりだー。39分サンキュー。てか前髪マジで切ろう、長い長い。てか前髪さマジすぐ伸びる、ええ加減にして。君にささやいたらお化けが出るぞ、耳の後ろ頭もお化けが出るぞ
君にそうそう言いたら、化粧は昨日と全然違う。今日はほぼメイクしてない、ベースもしてない、ほぼアイメイクはしてるけどベースしてない、ほぼ。同じ見えますか？同じ見える？同じ見える？自分的に全然顔違うなと思う。でもなんか謎に加工入ってるし、加工でぼかされてるけんほぼ同じに見えるんかなと思う。だって下まつげ何もしないし、涙袋の影も書いてないんですけど、ほぼ多分加工のせいで全部同じに見えるんかもしれん。うん、昨日も結構濃かったからね、ショールームの加工。てかな、私感動したのがね、なんか「瀬戸チャレ STU」って書いてあるんですよ。3時ぐらいに番組表見たら東京でも瀬戸チャレションやって思って、私さっきびっくりした、瀬戸チャレ東京でショールはって思ってなった。東京で外チャレしてる。前髪切ろう。明日メイクさんに前髪切ってもらうので、明日前髪短くなる宣言しときます。明日髪型どうしよう。シナモンくんの髪型にしたいな。明日シナモンくんの髪型にしよう。どうしよう。シナモンくんのさ髪型ってさ何なんだろう。シナモンくんの髪型いつもハーフツインなんですよ。シナモンくんの髪型といったらシナモンくんヘアってハーフツインしてる自分。どうしよっかな。私シナモンくんヘアしたいけど、どういう髪型にするか悩む。ツイン系かな。さすがに痛いか。私やっぱ二十歳になりたくないな。なんかこの前あの落語の撮影してる時に結構大人っぽい表情してくださいって言われたんやけど、ずっとニコニコしとったけん、マネージャーさんに、その日対応してくださったマネージャーさんに、もう二十歳になるんだからちょっと凛とした表情もしてってなんか言われちゃって、でも私まだ19歳ですって言ったんですけど、もう二十歳になるでしょって言われて、その瞬間にすごいなんか私二十歳嫌だなと思い始めてさ、なんか二十歳もうすごく悲しくなってきた。
なんかその落語のあの振り袖の衣装の時に自分じゃない落語の共演するメンバーさんと衣装さんが話してる会話が聞こえてきたんですけど、なんか振り袖結構そう年齢が結構上目だから振り袖結構大人っぽくしてみましたみたいな、私のことじゃないけどね、その落語のだから周りの人も年齢とかで判断するんやと思ったらすごい悲しくなってきて、卑弥呼すごい嫌だ、悲しい、え二十歳になりたくないかも、え本当に嫌だ、二十歳になりたくない、え誰か止めて、誰かまあ止めてよ、でも年齢とか関係なくかわいい私の私は可愛く突き進むんだっていうマインドでいいかな、いいかなっていうかもうそれでいく、私は知らないよそんな、私は知らない、関係ない、誰に何と言われようが、私はな永遠の19歳じゃん、もし何歳って言ってもまあ顔に似合ってればいいんよ、正直顔に似合ってればいいんよ、正直な、二十歳になったけんで急にほうれい線がいっぱいできるわけじゃないし、急に顔がシワシワになるわけじゃないしね、顔に合ってればね全然大丈夫、年相応とかね知らない、自分が自己満でいいんだよ、え可愛いかも、どう、えてか私高めのツインテールしたことないよな、したことないけんしてみてダメだったら多分事務所 NG 出るし、ツインテールダメですって NG 出るし、正直これでツインテールもいいかなとかって思い始めた、えシナモンくんに合うし一番可愛い姿で見てほしいし、やっぱ私のことは俺の前で言わんとくれ、いやなんかあの本当に他の人の二十歳とかはまだ若く感じるんですよ、でも自分の二十歳って超老けて感じるなと思って、だからレンちゃんおじさんとかでまだ20代のレンちゃんおじさんとかいっぱいいると思うんですよ、それ以上のてかそっちの方が多いと思う、でも人の年齢は本当に若く感じるの、なんか自分が二十歳になるのがすごい嫌だっていう、そう私まだ人の年齢だとあの40、49、50までは49か49までは49、50まではまだ若いなと思います人の年齢で、でも自分の立場になったらあの10代以上は結構あれかなと思って、もし私が明日この髪型に出たらどうする、私がもし明日の対バンこの髪型に出てきたらどうする、はい STU48 Are you ready? バーンチ船はってこの髪型に出てきたらどうする、船チ船はって余計すぎやあの明日の瀬戸利一番は出航じゃないから安心してね、 STU といえばっていうのでやってるから、ちちちち船はマジでやばい、えじゃあ明日 これで出てきたらって言うて、あいよらねえパーうーねやばいよ、えじゃこれちちちうえじゃほぼ顔が見えてない状態で出てきたらこうやってこう踊ってイエーイってやっても顔が見えないでいや続きだけ見えるっていう、こうやってうんはいはい
それでは次の曲に行きましょうって言ってもう顔が見えない状態で出てきたらどうする。マジやばい。やっぱそこまで来たらみんな精神状態を多分大丈夫ってなってくる。でも私一回ねマネージャーさんに言ったんですよ。私がもしあの坊主で急に坊主にしてあの事務所に来たらどうしますかみたいなこと言ったんよ。そしたら一旦話聞こっかって言われた。一旦なんかちょっとあの面談するって。もし坊主で急に坊主になったらウケる。マジでほんまにおもろい。あじこれ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 はこれなんかカツラみたい。ちょいとこれカツラみたい。カツラカツラみたい。なんかカニ食べ行こうカニ食べ行こうって踊ってそう。ボーリーズが幸せよ。えほんまにこれ昭和じゃない。平成レトロみたいな。平成の最初の頃みたいな。ルーズソックス流行ってそんな時代の髪型じゃない。ルーズソックスルーズソックス履いてそうな。ディスカディスカ、うん、ヘッドバン。前髪長すぎてちょっと、え前髪長すぎ、いい加減にして。ギギョコプンプンマルフォイ。いやーほんまにだるい。前髪長すぎ。チャンネルほんまにやばいわ。てかみんなさ鼻の下にほくろあるの知っとった。私がそういえば鼻の下にほくろあるの知っとった。2個あるんですよ。これさあんま気づいてもらえんけどさ、私自身もさ鼻の下こっから見たら全然見えんの。近くで見たらあ鼻の下もくらあるなって思うやん。あんま気づかれんのんですよ。なんかプッてなる、プッて三角になってるところにある。鼻の下に口に開くと目の下で鼻の下にあのここら辺のほくろは加工してる時はあの全部消してるんですけど、2つあるんですよ実は。2個。一時期初期の頃のやつで、初期の頃は顔のほくろが嫌で全部消してたんですけど、もうめんどくさくなって。そう2個あるんですよ。そうなんかねあのでかくはならないんですよ。でも私の母は片方にだけすごいでかこのほくろ、こういう母が全く同じ場所にほくろがあってでかくなって除去したんですよ。私のやつはでかくならないんですけど2個あるんですよ実は。そうそう。でも分からんよな、なんかさほんまにちっちゃいけんあんま目立たん。鼻の下も黒ね、私もあんま好きじゃない。そう遺伝。でかくはならんけどほくろ取りたいな。顔のほくろ全部取りたい。目の下のほくろはあんま目立たんくない？だってここもあれ、これはいらん。
遺伝で私ほくろ多いんですよ。おばあちゃんがめっちゃほくろあって、母もその影響でめちゃくちゃほくろがあるんですよ。だから遺伝でめっちゃ顔のほくろ多くて取りたい。顔のほくろってなんかゴミにしか見えないんですよね。場所によっちゃ可愛いけど、あんま目立たんけど。でもなんかほくろがある場所って何だったっけ、前世ほくろがあるのって前世キスされた場所なんだって。前世キスされた場所なんだって、ほくろがあるのって。前世恋人か誰かにキスされた場所なんだって。だから私こんなところに前世恋人にキスされたのかもしれん。ここにここにごめん、目の下に、目の下に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 小さい。やばいやばい、私へその中に、へその中にほくろがあるんですけど、へその中にもえ、あと3分やばい、 あと3分マジやばい、ちょっと断じゃいますね。やばくない、前世キスされた場所なのって。そう、見た、ツイッターかなんかで見た。マジおもろすぎん。死ぬけど、ここにチューする。13位、佐藤くん、ありがとう。12位、たまたこ、ありがとう。あかねちゃん、ありがとう。11位、むすめるちゃん、ありがとう。10位、ゆきめるちゃん、ありがとう。9位、たか、ありがとう。8位、ビンジャケタルト、ありがとう。7位、すーさん、ありがとう。6位、こぎつね777、コンコン、ありがとう。5位、南光さん、ありがとう。あ、4位、渡辺、ありがとう。ごめんね、ちょっと今日時間なくて壇上ちょっと早めに読むかも。いつもあったらもっと丁寧に読んでる。3位、ともっち、ありがとう。2位、ロコポコ、 Thank you。 そして1位がアドルパ福さんです、ありがとう。明日アヨンシンデレラ来る方は気をつけてね。今何分だろう、番組表見よう。58分だ、今58分、早いよ。ありがとうね、見てくれて。え、めっちゃおもろくない？みんな、私ちょ、頭皮に、ここにも、頭皮のここら辺にもほくろがあるんで、ここら辺もチューされたってこと。面白すぎる、謎すぎて。じゃあまた会おうね、みんな。お疲れんこん。